ニュース・トピックスです。石川県警が、自転車のヘルメットの着用率の調査結果を公表しました。利用者全体に占める着用率は、十九点。零パーセントで、中高生を除くと 2. 2、二点。二パーセントにとどまっていることが分かりました。今年四月に成立した改正道路交通法で、自転車のヘルメット着用が努力義務化されたことを受けて、初めての調査でした。 今回はこの話題について、社会部の室谷記者に伺います。室屋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この調査はどのように行われたんでしょうか。はい、えー。調査は、夏の交通安全県民運動期間の7月11日から20日、交通量や事故が多い20箇所で行われました。はい、平日の午前7時半から8時半の間、警察官が目視で着用の有無を確認しました。えー この結果自転車を利用していた3387人のうちヘルメットを着用していたのは644人で中高生を除いた960人のうちでは21人ででしたそうですか、はい、ヘルメットの着用が義務化されたということを知らなかったという人もいいらっししゃるかもしれないですね、えー、そう現行の同行法では13歳未満の保護者に対し 子どもにヘルメットを着用させる努力義務が課されています。はいえー、来年5月までに施行される改正道路交法では、これが自転車を乗る人すべての人に必があります。でも、こう普段街中でヘルメットを着用している人、はい、少ないように感じますね。はい、私もそう感じます。はい、えー、私も実際7月13日に金沢市倉敷四丁目で調査の模様を取材しました。はいえー、この道路では通勤の会社員の方 数学の高校生が多いのですけれどもヘルメットをつけた人はほとんどいませんでした研究、はいえー、によりますとヘルメットをつけていたのはほとんどが中学生だったそうです 中学生以外で着用していた人の多くはスポーツタイプの自転車に乗,車に乗っていた人でした、うん、では自転車事故の状況はどうなっていますかはい、はいえー。自転車事故はピークだった2000年以降減少傾向にありますが、えー、今年はコロナ禍で自転車を利用する人が増えていることからわずかに増えています、はい、研金によりますと自転車事故での致死率はヘルメットをつけていなかった場合つけていた場合よりも2倍ほど高いそうです、はい 万が一、事故に遭った場合、ヘルメットが命を守ることになりそうです、うん。ヘルメットの着用は努力義務となっていますが、はい、事故に備えてこう自ら着用する人が増えていくのが望ましいですね。はい、えー。県警は改正投稿法の施行に向けて、ヘルメットをつける意識を少しでも高めようと、各種取り組みを進めることにしています。県警の担当者は、普段から乗る人に対し、いかに着用を促すかが大事だとして話していました。はい、わかりました。はい。 今回は社会部の室明さんでしたありがとうございましたありがとうございました